上林は練習中に違和感を訴えたため沖縄県内の病院で検査を行った結果、右肋関節損傷と診断された。今後はトレーナーの指示のもとトレーニングを行っていく予定だ。右肋関節損傷は肋骨の間に位置する筋肉が損傷を受ける状態を指します。これはスポーツや物理的な活動中に起こり得る怪我であり、特に野球選手などの投球動作を行うアスリートに見られることがあります。症状としては患部の痛みや動作時の不快感が挙げられ、治療には安静、冷却、圧迫などが一般的です。重篤な場合には医療専門家による治療が必要になることもあります。この怪我は回復に時間がかかることがあり、患者は復帰まで適切なリハビリテーションを行う必要があります。上林はソフトバンク時代の18年に全試合出場した経験があったが、昨季は56試合に出場して打率180も、シーズン終了後にソフトバンクから戦力外通告を受け、今季から中日に移籍していた。肋間って痛いんだよな。全治どれくらいかかるんこれ。全治はどんなものなんやろ。ネットで調べたら1ヶ月前後らしいが、スイングに影響ありそうな部位だしな。もったいないの、今年チャンスやったのに。まだ若いし焦らずしっかり直してまた頑張ってくれ。上林のは軽傷って出てたけど、その軽傷の内容がこれなんか思ったより重かったんか、どっちや。ちょっと調べたけど、軽度なら1週間で重度なら1ヶ月くらいだし。上林は本人の軽傷って言ってるっぽいから、なんとも。今のところディカーソンと三好と大島とで争う感じになったかな。どちらにせよ春先はディカーソン試したいだろうし、ブライト岡井と一緒に交流戦前後で上がってきてくれればいいわ。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。